カロリン諸島は西太平洋、ミクロネシア南部にある諸島。ヤップ島、コロニアのユーグレシ島はパラオ諸島並びにヤップ島、中区諸島、ポンペイ島及びコスライ島の各島。その他、ウルシー干渉や戦前に日本人画家の肘方久志公が7年間を過ごしたサタワル島なども有名である。特にサタワル島系の広報誌は、 1970年代に始まるミクロネシアポリネシア諸地域の公開カヌー文化復興運動において中心的な役割を果たし、1975年にはルイス・レッパン・ルックがチェチェメニ号によってサタワル島から沖縄海洋博公園までの公開を成功させた他ピウス・スピアイ・ルックはハワイ先住民にミクロネシアの広報術を伝え、ハワイでは パパマウと呼ばれている。ヨーロッパ人で最初にカロリン諸島を探検したのはポルトガル人ディエゴデローシャであり1527年のことである。彼はこの諸島をセケーラ諸島と命名した。しかし初期のスペイン人公会社たちはヌエバスフィリピナスと呼んでいた。1686年フランシスコ・デラスカーの提督がカルロス二世にちなみカロリナスと命名した。 その後スペイン領となり、米西戦争後の1899年、スペインは2500万ペセタでこの諸島をドイツに売却した。1914年、第一次世界大戦の勃発とともに、日本が占領し、ドイツの敗戦に伴い、1920年に日本の委任統治領となった。第二次世界大戦後アメリカの新宅統治領となり、1986年に、 ミクロネシア連邦、1994年にパラオ共和国が独立した。帝政オーストリアによる植民地候補となったこともあるが、とんざした。ありがとうございます。